ソチ五輪の判定をめぐり国際スケート連盟まで巻き込んで大騒ぎしたのに、引退したらすでに過去の人とあっさり切り捨てる冷酷な韓国人のメンタリティ。2014年5月12日、中国メディア毛益はメダルを取ることだけを重視する韓国の国民キム・ヨナはもう過去の人にと題し、韓国メディアの報道を伝えた。以下はその内容。キム・ヨナはソチ五輪を最後に現役フィギュア選手を引退した。かつてのフィギュアの妖精は韓国人の心の中でフィギュアの女神となった。国民が悲しみに暮れている状況ではあるが、キム・ヨナの引退を粗略に扱うべきではない。現役時代の栄光に心から温かい拍手を送るべきだ。18年間の選手生活を終えた彼女には将来さらに多くの祝福を受ける資格がある。だが韓国人にとってキム・ヨナはすでに過去の人、もう金メダルとは無縁の人間になってしまったからだ。国民の関心は引退とともに消えてしまった。国民は常に新しい英雄を求めているものなのだ。しかし英雄を大事にしない社会に英雄を有する資格はない。キム・ヨナは韓国人の宝だ。彼女のような英雄を尊重しない国に新しい英雄が現れるはずがない。